いや無理だから。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、てことでどこへ行けばいいのかしら。この先ですか。いや、戻るんかな。お、アルフィーが近況を更新しました。やば、人間のことほったらかしだった。ほったらかさないでください。アルフィーが近況を更新しました。見てると仕事を忘れる番組トップ10。トップ10なんですか。めっちゃ暗闇なんやけど。お、鳴った。ごめんごめん、お待たせ。また真っ暗だね。でも大丈夫、私のハッキングスキルでは何とかできるから。お、何これ、 MTT ニュース。嘘でしょ。おーイエス。またテレビの前の素敵な皆さん、こんばんは。今夜のメタニュース、キャスターのメタトンが生放送でお届けします。現在ホットランドの東エリアで何かが起きている模様です。番組の特派員が現場から生中継。レポーターさん、何かニュースのネタになるものを見つけてください。10名の視聴者の皆さんが待ってますよ。10名少なくね。どういうこと。あ、このな、あ、なんかバスケットボール。バスケットボールは爆発的人気を誇るスポーツ。ただ残念ながらそのボールでは試合はできません。それはメタスポーツの新製品、ファッションボール。ただのおしゃれグッズです。私のようにリッチなセレブを目指すなら、それぐらい斬新なボール作らなきゃ。これについてレポートする？もっと探してみようか。おっと、これはセンセーショナル。明日の新聞の一面トップは、犬、この世界のどこかで発見さる。これはどんな緊急ニュースも吹っ飛ぶインパクトです。え、そうなの？これについてじゃあレポートするよ。視聴者の皆さん、どうやら現場のレポーターが犬を発見したようです。はい、観覧席の皆さん、かわいいと言ってください。いやー、確かにこれは今年一番のほっこり系ニュースですね。見てください、あの可愛らしいお耳、ちっちゃなお手手、ふさふさの尻尾。何？おや？あれは尻尾なんかじゃないぞ。あれは、導火線だ。ちょっと待って。ということは、あの犬は、爆弾だ。皆さん落ち着いて。ひとまずこのエリアの他の部分見てみましょう。おお？あ、この場所やったんや。なんと、どうやらここにあるものは全て爆弾のようです。あのプレゼントも、あのバスケットボールも、私の言葉も、どういう？さあ、レポーターの君。爆弾を全て解除できなければ。2分後にこの巨大ボムが爆発して、君は木っ端みじんだ。生中継どころか、君がニュースのネタになってしまうぞ。まあ、ひどい。ショッキング。9名の視聴者の皆さんには、きっとご満足いただけるでしょう。なんで1人減った？それでは、張り切って行ってみよう。何？大丈夫だよ。あなたも携帯に爆弾解除機能をつけたか、なんか犬に寝出したけど。爆弾が解除等に入ったら解除を押すだけ。ほら、急いで。解除ボタン。ああ、犬を解除しろ。どうやって解除するの？行動？うざいな。あの黄色くなったらいいから。犬が解除された。やったね。残りの爆弾も探して。左下にもあるみたい。左下、これ？なんかどっか飛んでったんやけど、どこ行った？ね、消えた。消えたんですけど。どこ行った？バスケットボールを解除しろ。はい。あ、間違えた。はい。爆弾が解除された。あれがね、どうしても私捕まえれんのやけど。どこ行った？この辺おったら通るかな。あ！通り過ぎてく。この辺ね、この辺。避けていったりせんよね。早く。はい、来たー。何これ。極めて素早い水を解除。水？よっしゃ、爆弾解除。んで、プレゼントどこ行ったん？プレゼント消えた。ちょっと待って、残り30秒。ちょっと待って、あったー。これで最後かな。プレゼント解除しろ。爆弾解除って、まだだったー。解除ゾーン。何タップ。爆弾まだ解除されていない。知ってます。あ、間違えた。押すの間違えた。ちょっと待って、早く。待って、はい、オッケー、解除された。これで全て。まだ、あと何があるの。こっちか。あれか。ちょっと待って、あーち
解除しろ、ちょ待って早く。はい、はい、爆弾解除。やったね、最後の一つは左下に。まだあるの？ちょっと待って、まだあるの？残り3秒とか絶対無理ないけど。あ、あったあった。はい、これね、ゲームを解除しろ。3分以内に爆弾を解除できませんでした。君にはあのでかい爆弾で木っ端みじんで吹き飛んでいただきましょう。視聴者の皆さん、ついにお待ちかねの瞬間です。グッバイ子猫ちゃん。イエーイ。え、君も危なくない？飛んでくの？え、なに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 、あれ、どうやら爆弾2つのようだぞ。それはあなたが長台詞を言ってる間に私が、あれとかこれをあれして。まさかハッキングスキルで爆弾を解除したのか。そう、それよ。なんということだ、またしてもやしてやられた。憎き人間、憎き親切なドクターアルフィ、番組を最後まで見てくれた8名の皆さん、どうもありがとう。また一人減ってる。それでは See you next time。 はあ、ヒヤヒヤしたね。ちょっとヒヤヒヤしすぎたよね。私の説明が分かりにくかったから。それに時間も足りなすぎたし。でも悪いのはメタトンで私のせいじゃない。ここで弱気になっちゃダメだよね。やっとあなたのガイルとして自信がついてきたんだから、あのムカつくロボットから私が守ってあげる。それにいざとなったら、後ろの、なんでもない、コアまでの道のりはもう半分以上進んだよ。まだそんだけ。さあ行こう。つー、あ、切れた。これまで切ってくれたよね、ありがとう。さあ進んでいきますか。こっち、いやなんかね、爆弾がどこにあるんかがいまいちよくわからんかった。行けそうやったのにね。ここには行けないのか、まだ。なんか現れそうじゃない？ねえ、さっきからあんまり喋らないよね。もしかしてアズゴアに会うから緊張してる？大丈夫だよ。王様はとってもいい人だから、話せばきっとわかってくれるよ。それにあなたは自分の魂でバリアを抜けられるし、心配ないよ。そんな顔しないで、笑って笑って。優しいけれども。殺されそうな気しかしないんだけど大丈夫？はい、向かうのは行き先を選んでください。どこに行けばいいの、これは。ライト1てか、どこ行った、いまいちよくわからないんだけど、行く場所が。はい、開いた。ここはどこでしょう。 R1、 とりあえず遠くに不気味な建物が見える。決意がみなぎった。コアの遠望、コアの遠望は来たことなかった。いや、あるわ。ここキッチンや。あれ、戻ってきた。戻ってきた。ちょ待って、え、ということはどこだ。 R1 ではない、なんか 3のとこかな。さっきが多分 L2 やったんよね。ことはレフト3回行こう。はい、開いた。あ、ここや、ここ絶対ここや。来たことないと。誰、怖い。強力な魔力を宿すブレセットのようだと思ったら、ただのクロワッサン。スパイダードーナツだ。弾力があってよく弾みそうだ。スパイダードーナツあんな感じなんや。ティールームへようこそ。スパイダースイーツを一ついかが。あ、この子がスパイダースイーツ作りよる子。売り上げは全額本物の雲に寄付します。あなたは本物ではないんでしょうか。スパイダースイーツ即売会、売り上げは全額本物の雲に寄付されます。買っちゃった。ドーナツ買っちゃったよ。本当は欲しくなかったのに、いらないって言ったのに。あの女の子は怖い目つけてにらみつけて汚なめずりするから、ついおかげで一文無しだよ。いや無理だから。いや高すぎやろ。どうした、このやつめっちゃ高いね。やば。もしもし、アルフィーです。ここはさっきのエリアと同じで、北と南パズルがあって、両方クリアしないと進めないよ。それから、パズルの答えはあんまり教えたくないんだけど、ヒントが欲しくなったらいつでも電話してね。あ、そうだ。それよりもっといい方法がある。アンダーネットでフレンド登録しよう。そうすればいつでも連絡取れるし。アンダーネット。あれ、待って。私たちもうフレンドだったっけ？そっか。私が登録してあげたんだったね。ってことは私の書き込みずっと読んでた？そうか。あなたもキスミュー2はクズだと思うよね。返事を聞けよ。
こに行けばよろしいのかしら。とりあえずこっちの方向に行けばいいかな。あれ戻るな。ちょ待って待って待って、戻る、くるくる回る、こっちか。でこっち、あ、行ける行ける、ふう。ここにまたパズルが、おお、びっくりした。ツンデレ飛行機が襲ってきた。別に火山ちゃんに焼き餅とか焼いてないからね。あ、そういう組み合わせ技もありなの。ねえ、怖いよ。ちょっと待って、スピードアップしない。ちょっと待って待って待って、何その攻撃、怖いしめっちゃ当たる。火山ちゃんはクレーターでコーヒーを入れている、やめてください。はい、逃げます。逃げれん時もあるんやね、やっぱり。敵を撃墜せよ。弾は一発だけだ。弾は一発だけ。を撃墜し、え、弾一発だけって結構厳しくないですか。どうすれ、あ、これ、あ、ダメや。うん、ダメや。ちょ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 、邪魔なんですけど。あれ、お、これ、お、うん、あ、これっていけない。うわ、すげえ邪魔。ちょ待って、すごい邪魔。あ、いけない。いけない。ちょっと待って、どうなのどうなのどうなの、ちょっと、弾一発しかないよね。うーん、一発しかないっていうのが厳しいっすね。これ一回出たらまたやり直せるんかな。あ、これ邪魔。あ、なるほど、これでやり直しになるんや。ふんふんふん。おー、あれ、ちょっと待って、これでめっちゃ出てきた。めっちゃ出てきた。え、ちょっと待って、これ、あ、これでいける、やった、おっしゃー、コングラチュレーション。なんか出現したんやけど。お気に入りのメタトーンアクション。メタトーンアクションは最悪の状況でポーズ決めるとき、料理番組に卵のやったげを盗ったときとかね。何それ、どういう。好きなメタトーンアクションは敵に寝返った裏切り者を倒すとこ、クイズ番組とかね。そんなシーンあります？クイズ番組でそんなことあります？どういうシーンかが全くわからないけれど。ん、これはぐるぐる回るパターンなら、こっちに戻ればいいのか。こう行って、あ、間違えた。待って、あ、こっちも行けるよ。え、こっち行けるけど。停止しとかんといかん。いやー。はい、つらーい。あ、で、次これ？もしもし？あのね、全然関係ない話なんだけど、今度一緒に人間のアニメ見ない？暇な時に、ね、キスキューティーミューミューっていうの。いいよ。おお、本当に？すっごく面白いの。一番好きなアニメなの。ミューミューっていう人間の女の子は、チュ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 、早い早い。猫耳でもみんなミューミューのことが大好き。ええー、ネタバレー。ちょ、何言ってるかわかんないんだけど、それは何かヒントになるの？最後はミューミュー気づく。なぁ、ちょっとわかんない。いや、見てないから大丈夫。とにかくあなたもきっとハマると思う。だからこの旅が終わったら一緒に見ようね。この旅が終わったら私は元の世界に帰るんじゃないの？違うの？敵を撃墜せよ。弾が一発だけだ。また一発だけ。頑張ります。とりあえず頑張るしか。ほう、どうすればよろしいかしら。ちょっと待って、全くわかんないんだけど。これでいける。やったね、コングラチュレーション。おお、結構あっという間やった。よきよき。よきよきだね。なにこれなにこれなにこれ、わざわざ止まって鼻の匂いを嗅いだ。何やったんやろ。意味があったんかな。ちょっとよくわからないけれど。どう、じゃあとりあえず次は右に進んでいけばいいのかな。
こっちへ。お、開いた開いた。はい、進みます。はい、クモの巣の匂いがあたりに充満している。クモの巣の匂いが私にはわからない。決意がみなぎった。クモの住処の入り口。お、この先クモの住処。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんなんやろ、一番最初のとこにあったなんかクモのスイーツ即売会はめっちゃ安かったけど、ここはなんかぼったくりみたいな感じよね。クモは親切なわけではないの。